Thank you.
皆様、まもなく始めさせていただきますので、携帯電話マナーモードにてもう少々お待ちください。また、会場内及び会場外でのワイヤレス機器のご使用は控えていただきますようお願いいたします。本日の配布資料は、本日のプログラム並びに午前中に配信したプレスリリース、マネックスグループ勝谷のプロフィールの4種類です。お手元にない場合は、お近くのスタッフにお声掛けください。皆様、本日は急なご案内にもかかわらず、弊社記者会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。私、本日の進行を務めさせていただきます、マネックスグループの石田でございます。どうぞよろしくお願いします。それでは、ただいまより、マネックスグループ株式会社、並びにコインチェック株式会社の共同記者会見を始めさせていただきます。まず、登壇者を紹介させていただきます。マネックスグループ松本大樹、マネックスグループ勝谷俊彦、コインチェック和田光一郎、コインチェック大塚雄介でございます。この先は着席にて会を進行させていただきます。本日の記者会見の進行を説明させていただきます。まず最初にマネックスグループ松本より今回の発表内容についてご説明させていただきます。
その後コインチェックの話題よりご挨拶させていただきます。その後で皆様のご質問をお受けいたします。なお終了時間は5時を予定しております。会見時間約1時間程度となります。何卒ご了解のほどよろしくお願い申し上げます。それではマネックスグループ松本から今回の発表内容についてご説明させていただきます。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。マネックスグループの、CEO を務めております松本でございます。本日午前中に、マネックスグループコインチェック両社におきまして、取締役会を開催し、マネックスグループがコインチェックさんの、株式を 100% 取得し、今後は、コインチェックさんはマネックスグループの完全子会社という形で、マネックスグループの一員として、一緒に、事業を展開してまいります。マネックスグループは、約19年前にできた会社、マネックスが母体になっておりますけれども、その中で、培われてきた蓄積されてきたさまざまな経験等を、コインチェックさんに活用していただいて、コインチェックさんを、さらに強い、大きな会社に、伸びていくことに貢献をしてまいりたいというふうに考えております。詳しい内容、細かい内容はすでにプレスリリース等で、書かれておりますので、私からごく簡単に、概要について、あとこれからの、展開につきまして、ご案内をしたいと思います。まず最初に、経営体制から、ご案内を申し上げます。今回コインチェックさんに関しましては、監督機能と執行機能をしっかりと分離するということをすることにいたしました。監督機能としての取締役会はここに書いてありますように、今日同席しておりますマネックスグループ当社の常務執行役である勝谷俊彦と、同じくマネックスグループの執行役である上田正樹、それから私松本大樹、また弁護士であられ日比谷パーク法律事務所の代表パートナーで、 JPX 日本取引所グループの社外取締役もされております久保利英明氏、また東京三菱銀行で常務取締役を務めたことのあられる玉木武氏の5名で取締役会を構成し、この取締役会がもちろん監査役もおりますけれども、この取締役会がコインチェックに対すコインチェック社に関する監督機能を担っていくことになります。次に執行機能になります。執行部は先ほども申しました、この隣におります勝谷が社長を務めさせていただき、同じく先ほども申しました取締役にも就任する上田が執行役員、またマネックス証券の方からシステムに関しまして長い経験のある後藤博氏、またコンプライアンス法規管理等でやはり長い経験のある峰君弘が執行役員として参加いたします。常勤の執行役員として参加いたします。またコインチェックさんの CEO を務めて来ておられます和田光一郎さん、こちらにいらっしゃる和田光一郎さんと同じく CEO を務めて来ていらっしゃる大塚雄介さん、そして現在 CFO を務めていらっしゃる木村幸男さんの7名、この7名で経営陣を形成し執行をしてまいります。この7名がこれからの新しいコインチェックを推進し、でその上に先ほど申し上げました監督機能としての取締役会が存在すると、そういった形になります。次にですね、サービスの全面再開への道のりになりますけれども、今申し上げました新経営体制、本日株式の譲渡契約等は結んでおりますけれども、独禁法のクリア等がございますので、4月16日に効力発生、株主総会の実施、臨時取締役会の実施を行い、
今申し上げたすべての経営体制の人事を決定する予定になっております。本日3通貨の出勤が再開されました。またすでにコインチェック社におきましてはリスク管理体制の整備を金融庁さんの指導等も聞きながらしっかりとすでに進めてきているところであります。新しい経営体制の中でこの管理体制をしっかりと定着させ、でその上でサービスの全面再開と業登録を2ヶ月程度を目標として我々としてはしっかりとコインチェック社のサービス全面再開業登録を実施実行を目指していきたいというふうに考えております。最後に未来に向けてということなんですけれども、マネックスという名前はこれはもともとマネーの Y を一つ前の一つ先の X に変えて未来のマネーというものを実現しようと、新しい時代におけるお金との付き合い方をデザインして提供していこうとということが創業以来の理念になっております。一方でコインチェックさんは仮想通貨ビジネスにおける日本のみならず世界的な先駆者であります。でここでこのマネックスの金融機関としての経験とこの未来のマネーを実現していこうという理念とコインチェックさんの新しい技術と新しい思想、こういったものをフュージョンさせる、でこれはそのある意味でこう、ま、世代の若干の違い等もあるのですけれども、今まで蓄積されてきたさまざまな経験とその力と新しい技術と新しい考え方、こういったものをある意味ハイブリッドにフュージョンしていくことで全く新しい強い会社がグループ会社がグループ群が作っていけるというふうに考えています。で具体的にはここに書いてありますようにクリプトアセットバンク機能と世界の金融市場をつなぐ証券機能を中核とした世界をリードする新しい時代の新しい形の総合機関を作っていくとということを目指していきたいというふうに考えております。現在日本におきましても法定通貨銀行、法定通貨を扱っているメガバンク等とそのグループ内に国内証券会社があり、あるいはクレジットカードの会社があって、そのような形で総合金融機関というものが作られております。でそれに対して法定通貨ではなくて仮想通貨の、バンク、仮想通貨を扱う、コインチェックさんが全く新しい支払い手段、クレジットカード等を超えるような新しい支払い手段と、クリプトアセット、これはG20 等では、クリプトカレンシーじゃなくてクリプトアセット、暗号資産なんていう言葉が使われ始めておりますけれども、すでに金、ゴールドの時価総額の世界中の金の時価総額の 5% 程度までクリプトアセット、仮想通貨、暗号資産の時価総額はなっております。この新しい資産クラスであるクリプトアセット、仮想通貨を所有する機能とクレジットカード等を超えていく新しい支払い手段を持っている、そういう機能を持っているクリプトアセットバンク機能を持っているコインチェックさんと、当社マネックスにおきましては日本のみならずアメリカ、香港、オーストラリア、中国等にもオンライン証券の子会社等がございまして、そういったものを組み合わせて全く新しい形の総合金融機関、新しい時代の総合金融機関を作っていきたいというふうに考えております。またコインチェック社におきましては IPO を将来未来におきまして IPO を目指して IPO をして外部牽制の導入を目指したいというふうに考えております。仮想通貨交換業の本質がますます銀行に近いようなものになっていくということが予想される中で資本の強い資本を強くすることも大変重要になってきますし、
また内部管理体制等をしっかり強固なものにするためには外部牽制を導入することは極めて有効でございますし、いずれ IPO をして上場を目指してそういった形でコインチェック社を強い会社にしたいというふうにしていきたいというふうに考えております。私からは簡単ですけれども説明は以上でございます。それでは続きましてコインチェックの和田よりご挨拶させていただきます。お願いします。コインチェック株式会社の和田と申します。この度、本日発表した通りではございますがコインチェック株式会社はマネックスグループの完全子会社化となる運びとなりました。その新しい経営体制のもと経営戦略の見直しや経営管理体制であったり内部管理体制等の見直しを図っていく次第でございます。それをもってまず第一に顧客の資産の保護というところを第一に当社としては考えておりまして、その先にはサービスの再開であったり仮想通貨交換業としての登録であったり等を考えております。もともと取締役であった私と大塚は4月16日をもって退任する予定ではございますが、引き続き執行役員として業界の発展、顧客の資産の保護というところを目的に責務を果たしていく予定でございます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。それではこれより質疑応答の時間に移らせていただきます。ご質問のある方はお手を挙げください。こちらからマイクをお持ちいたしますのでそのマイクをお使いになってご質問ください。また恐れ入りますが質問の前に媒体名とお名前をお願いいたします。またできるだけ多くの方からご質問をお受けするためにご質問はお一人様2問までとさせていただきます。終了時間は5時頃を予定しております。何卒ご協力のほどお願い申し上げます。それではそちらの黒縁の眼鏡をかけられて、はい、はい。テレビ東京の滝田と申します。ご質問したいポイントは、経営統合に関しまして、今松本さんがおっしゃったシナジー効果ですね、統合効果はどういうふうに働いてくるのかということをお伺いしたいと思います。一つはですね、両社の顧客の特性というものをどういうふうに考えてらっしゃるのかということであります。証券会社の方は一つは FX の顧客の方はいらっしゃると思いますし、仮想通貨の交換所でありますコインチェックさんはやはり仮想通貨でそういう取引をしている投資家の方はいらっしゃると思います。その特性をどういうふうに考えていったらいいのかということを1点お伺いしたいと思います。2点目なんですけれども、買収金額が36億円というふうに発表されております。これまでのコインチェックの収益力や資産の内容からするとやや低いという印象を受けるんですけれども、ズバリお伺いしたいんですが、そのコインチェックの経営の中にないしは資産の中にですね、予期せざるリスクというものがあって、それが相対的に低い買収価格になったのかどうかということをお伺いしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。まず統合、経営統合によるシナジー効果に関するご質問でございますけれども、当然、証券会社と仮想通貨交換業の顧客の皆様の間にはオーバーラップはあると思います。ただもちろんその別会社でございますので顧客情報等の照合等がもちろんできるわけではないので、全く別の顧客基盤ということになるのですけれども、おそらくおっしゃるように特に FX を売買されるようなお客様の層を中心にオーバーラップがあるとは思います。ただし、マネック証券と、コインチェックさんとどちらも、口座数でいうと、ざっくり、ノミナルな、空いている口座数でいうと170万程度 両社ともありまして、稼働口座でも、70万とかそういう形になろうかと思うんですけれども、
でこれはまあかなりの規模であり、私は実は全く違うお客様の層も当然いると思っています。特に若年層におきましては仮想通貨のお客様の方がはるかに多いだろうと思います。最近あのマネックスの新卒採用のプロセスなどでもマネックス証券等を志望して学生がいらっしゃる来るんですが、株式投資信託は全く、触ったことがないですけれどもビットコインは持ってますとという、学生の人も多く、まあ、実はそういう人が多いんですけれども、なので年齢層でかなり違う層が、顧客層ではないかというふうに考えています。また、マーケットは先ほどあの、仮想通貨は、金の 5% も 一時期は、10% 近くまで行ったんですけれども、金の 5% を超える、時価総額を持っていると。これはかなりの、存在感のある資産クラスであって、例えば昨年、仮想通貨の、時価総額おそらく2兆円とかそのくらいから一気に50兆円とかまで上がったと思うんですが、でその中で最も、スペキュラティブな投機的なお金がそっちに流れたことで、もしかしたら、株式であるとかそういう伝統的な資本市場が変に過熱しないで済んだということもあるかもしれない。でこのように、仮想通貨は全然別のものではなくて一つの、マーケットの中、マーケットは常に一つですから一つの中での、重要な資産クラスになってくると考えておるので、コインチェックさんの、お客様、マネックス証券のお客様双方にとって新しい投資やトレーディングの機会を提供していくことも可能である、まあ、そういった点でのシナジーが大変大きいと思います。またご質問の具体的な部分にはございませんでしたけれども、新しい技術を持たれているコインチェックさんと古いけれども、まあ、伝統的なセキュリティを、とにかくこう、固いというかそういう形の、証券会社の技術であるとか経験、そういったかなり補完する経験と技術というものが思想というものがありますので、そこでも大きなシナジー効果があると思います。買収金額につきましては、最後におっしゃられたような何か特別な大きなリスクが、潜んでいるというふうには考えておりません。我々も短い時間でしたけれども、いわゆるデューデリジェンスをした中でそれが限定的であることは確認しております。ただし今後のコインチェックさんを考えると、果たして業登録がしっかり業登録をしっかり目指していくわけですけれども、業登録がされて今後事業を続けていけるのかということと、続けていけない場合には、利益が出なくなるわけですけれども、また一方で、続けていける場合には当然大きな利益を上げていくことができるということで、その、株式の、買い手と売り手の間で大きな、見方に差が発生します。でそのような中で、欧米等ではよく使われるアーンアウトと呼ばれる将来の、利益の、部分をもともとの株主に後でお支払いするという、そういう形で今申し上げたようなそのギャップが、認識にギャップが当然あり得る、状況を解決して、先へ進んだ形であり、その結果、見た目の、数字につきましては小さめに見えるという形でありまして、それはリスクが、とんでもなく大きいとか、あるいはコインチェックさんの収益利益力が小さいということでは決してないというふうにご説明をしたいと思います。次の方では、一番前の席の方。テレビ朝日の松本と言います。まず今のお気持ちということで和田社長にお伺いしたいんですけれども、こういった問題を起こしたとはいえ、これだけ成長している市場、成長している企業の社長株主をこの段階で手放されるというのは躊躇迷いとはなかったんでしょうか。躊躇や迷いというところで言うと基本的にはございませんでした。
というのも 私としての思いというか、私の目的というのは、事件当初からずっと変わらずでして、その顧客の資産を保護する、まあ、それだけの事件を起こしてしまって毀損をしてしまったために、そこをまず第一に保護する並びに業務を継続するというところが第一だと私としては考えておりました。そのために私が代表取締役を降りるというところは当然、手段の一つとして考えうるところではございまして、それによってより強固な経営体制が確立できるのであれば、私としては特に不満は全くないというような次第でございます。あともう一点、松本社長にもお伺いしたいんですけれども、先ほども買収によるリスクと、まあ、メリットの部分のご説明がありましたが、今回の買収というのはご自身としてはいい買い物をしたという認識でいらっしゃるんでしょうか。また併せて確認ですけれども、コインチェックという名前は今後残るんでしょうか。その2点教えてください。コインチェックという名前はこのままの形で残ります。サービスも、このサービスブランドもこのままの形で残ります。コインチェックさんは、大変大きな、ビジネスでありブランド価値を持っていると思いますので、当然そのまま残っていきます。M&A は、ある意味で、なんていうんですかね、まあ、結婚というか、そういうものであって、別に どちらがどっちということではなくて、 100% の関係というのは我々は一つの会社です。で、そういうふうに考えますと、その買い物とかそういうことではなくて、コインチェックさんという会社と一緒に、まあ、ファミリーというか一緒になって、一緒に先ほど申し上げたような新しい金融機関、まあ、金融機関という言葉自体がもうこれから古くなっていこういくかもしれないと思うんですけれども、新しいサービスを作っていくということについて私は大変エキサイトしていて、そういった意味では本当に素晴らしい、出会いであり素晴らしい、ことが契約というかことができたというふうに考えております。次の方は、ではそちらの青い、仮想通貨メディアコインポスト中辻です。2点質問なんですが、マネックス社が現在の仮想通貨市場をどのように捉え、不信感も募る仮想通貨市場をどのように変革しようと考えた上で買収に踏み切ったのか、理由を教えていただけますでしょうか。でもう一つなんですけれども、モネロ、ダッシュ、ツイキャッシュの匿名通貨の取扱い廃止の検討は、マネックス社の子会社化した後でも金融庁の交換業者登録をするために必要なことであると認識されているのでしょうか。またNEM についてもどう取り扱っていくのか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、講談につきましては、コインチェックさんの方からお話を、して、いただこうと思いますけれども、仮想通貨に関しましては先ほども申し上げたように大変重要な資産クラスになっているというふうに考えています。私自身は、もう3年ほど前から、コインチェックさんを利用しておりまして、仮想通貨を、個人的に持ったりもしておりますし、去年からいろいろもっと勉強しようということで、秋葉原に行って、まあ、グラボとかいろいろ買ってきてですね、自作 PC を作り、マイニングを始めてみたりとか、まあ、そんなことをして、まあ、大変興味を持ってまいりました。で、時価総額がまあ一旦50兆円ぐらいいったわけですけれども、でこれは本当に無視できないものであり、その1兆円に満たないようなものだと、まあ、そのまま消えていくということはあると思いますけれども、一旦50兆とかそういう数字まで伸びた新しい資産クラスというものはきっとこれからも大きくなっていくと思います。金は800兆円、歴史上採掘された全ての金の、総額が800兆円程度と言われてますけれども、金だって99.9999% って書いてあって刻印がされてあっても偽物かもしれません。金だって金庫に持っていたり家に持っていたら盗まれることがあるかもしれません。仮想通貨も同じであり、これはどういうふうにその
信証性というかというものを証明し、また、盗まれたりしないようにするかということであり、もしも当然それは可能であり、そうなれば金よりも軽いし持ち運びも自由であるし、そういうふうに考えるともっともっとこれから、支払い手段としても、資産を、所有するキープする、手段としてももっともっとメジャーになってくることは私は間違いないというふうに考えていて、仮想通貨、暗号資産の、将来未来というものは大変、大きいと思います。ただそういう中でも、いろいろな、コンプライアンスであるとか、既存の、銀行等の金融で作ってきた枠組みがある中で、その関係の中でしっかりとそういう、今までの枠組みを、理解しながら、でその枠組みを超えるような、ペネトレートしていくような新しい市場を大きくしていく、強く大きくしていくということに関して、もちろん今までのコインチェックさんの和田さんはじめとする皆さんが主役なんですけれども、ただそのコインチェックさんが、あるいは仮想通貨業界がしっかりと強くなっていく、社会的にしっかり認識されて安全なものになっていくためには、我々がお手伝いできることが多いというふうに考えているとということで、いずれにしろ仮想通貨のビジネスに関しては大変強い大きい未来というものを信じております。2つ目の質問は、2つ目の質問の、秘匿性の高い仮想通貨であったりオーガーについてなんですけども、こちらについては、まだ特に決定した事実等はございません。でまた今回のマネックスさんの、完全子会社化というのが直接関係してくることでもないとは考えております。というのもその理由としましては、私たち当社としましては、その秘匿性の高い仮想通貨であったりオーガー等の仮想通貨については、以前金融庁からの業務改善命令が出ているところでもあるんですが、マネーロンダリングであったりそういったところのリスクを適切に検討し、それを踏まえた上で、しっかり決断をするというところになっております。で、今回経営体制が抜本的に変わったことによりまして、当社での委員会であったり、そこに関する取締役会であったり、そこに関する意思決定のプロセスというのは確かに変わりました。で、その変わった意思決定のプロセスの中で適切に判断をしていくという所存でございます。ネムについては、今後も引き続き継続して取り扱っていく所存でございます。はい、他にはでは真ん中の、日経新聞の島田と申します。よろしくお願いします。2点ですが、1点目は、ネムの、保証の現状と、訴訟リスクが今どうなっているのか、どのように見てらっしゃるのか、というところですね。保証に関しては終えたのか進めているのかで、約460億円ということで発表されてますけれども、そこから動いてないか、そのあたり現状を教えてください。であと、開示、このリリースにもありますけれども、利益について、17年3月期まで の、PLBS が一部出てますけれども、これ直近での数字が、閉まったばかりなので厳密には出てないのかもしれませんが、どの程度になったのか、直近の数字を示唆できるものを教えていただければと思います。その2点お願いします。はい、2点目についてまず私から、ご回答しますけれども、おっしゃるようにまだ確定した、数字がないということと、当社マネックスグループは上場企業であり、その完全子会社となった、コインチェックさんの数字ということになりますので、開示上の、ルール問題等もございますので、この場では、説明は控えさせていただきます。1つ目につきましては、はい、1つ目に関しましては私の方からご説明させていただきます。保証の対象の方に関しましては、全ユーザーの方にですね、保証の方を使用させていただいておりまして、お客様のですね、コインチェックのアカウントの方にすべて反映済みとなっております。以上でございます。で、訴訟につきましては、
特に増えているとかそういうことはない状況でございます。すみません、保証に関しては終わったという形になります。訴訟に関してはまた、個別のご措置になりますので、まあいただいているもの、まだ届いていないものとございます。はい、それでは一番端の窓際の方、はい、よろしくお願いいたします。ウォールストリートジャーナルの望月と申します。2点あるんですけれども、1点目はですね、今回こういうふうになった経緯、どちら側からいつ頃どういうふうにその話を持ちかけられて、持ちかけられた側はどういう反応だったのか等々詳しく教えてください。で、2点目なんですけども、マネックスさんは、今回の件とは別にして、以前ですね、暗号資産の会社を買収しようと思ったことはあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。経緯につきましては、先ほど私3年前からコインチェックさんのユーザーだということを申し上げましたけれども、以前から和田さん、大塚さんは存じ上げていました。で、事故が起きた後直後に何か我々でできることはありますかということは連絡はさせていただきました。3月その後は、全く、コミュニケーションはなかったのですけれども、3月の、半ば近くなってから、コインチェックさんの方から、お話がしたいということで、それから、一気にお話をした、次第であります。もう一つが何でしたっけ。他の、仮想通貨交換業の MA を考えたことがあるかというご質問ですけれども、これは特にございません。では前の方ばかりだと申し上げるので、一番後ろの方の女性の方、はい、ありがとうございます。日本経済新聞の水戸部と申します。マネックスグループさんは静岡銀行さんから 25% の出資を受けていて、銀行のグループ会社ということになると思うんですけれども、銀行の他業禁止の規制との兼ね合いはどのように整理されているんでしょうか。これは、もちろん今回の、このアクションは金融庁さんとしっかりとすべてお話をした上で行っていることであります。私の理解では、これは高度事業化、高度金融化事業、すいません、いわゆるフィンテックのという形に整理されて、個別案件として本件については銀行の枠組みの中で、その子会社というか、持ち株比率が 25% であるけれども、その、マネックスグループのさらに下でもそういうことはできるというように整理されたというふうに我々は理解をしております。ただ基本的にはこれは、当社の問題ではなくて静岡銀行さんの問題であるので、銀行法の問題ですから、私から完全に正確に正式にお答えすることはできなくて、あくまでもそのように我々として理解しているということになります。ではその手前の白いシャツの、はい、すいません、1点、ロイターの裏中でございます。1点確認と1点質問ですが、1点目がもともとマネックスさん、グループさんとして、交換業の申請をされようとされてましたが、今回のこの完全子会社化を通じて、そちらの線はもうなくなったということでよろしいか、1点と、あと先ほど松本さんの方からも、リスクは限定的とおっしゃったもの、まだ、訴訟とかのリスクもありながらも、あえてその、自前でやらずですね、買収という形でその入っていかれたということ の、 そのリスク対比で見るメリット、デメリット、どうお考えになっているんでしょうか。マネックスグループにおきましては、以前から、決算説明等の中で、マネックスクリプトバンクという、マネックスグループの子会社と、あと、中核子会社であるマネックス証券の2つにおいて、仮想通貨交換業の参入の準備をしているとということを、決算説明会等でご案内をしてきました。当然、専業であるマネックスクリプトバンクに関しましては、コインチェックさんが、グループ内に入ったということで、マネックスクリプトバンクで、
申請を進めていくということは意味がないので、これは取り下げることになると思います。マネックス証券においては、証券会社のお客様が、当然証券会社で、仮想通貨を提供する場合には円で入金し円でしか出金できない形で、いわばその、レバレッジのない CFD のような形で、その、ビットコイン等の値動きをトレーディングするというような、サービスになろうかと思うんですけれども、これはコインチェックさんの提供されているサービスとはある意味全く違うものであるので、マネックス証券の中ではそういう一つの、プロダクトサービスとして、提供していきたいがゆえに申請活動も続けるという選択肢もあると思います。でそれは現時点では決定しておりませんで、今後実際にコインチェックさんと一緒に仕事をしていく中で考えていきたいというふうに考えております。あと2つ目がリスクがある、リスクがあるけれども取り組みのメリットデメリット、ですね、コインチェックさんは、仮想通貨交換ビジネスの先駆者であり、日本だけではなく世界的な先駆者であり、世界的なブランドがあります。今回もちなみに、いろいろ報道がされておりますけれども、日本語のみならず、さらに英語のみならず、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語でもいっぱい報道されております。これはちなみにマネックスの過去において、スペイン語、ロシア語で報道されたことはほとんどございませんでした。でそのくらい、コインチェックさんにはやはりブランドバリューもあるし、顧客基盤もありますし、技術もありますし、経営されてきた人たちもいるし、大変強い大きな会社だという強い会社だというふうに思います。で、リスクは管理できるものであるし、リスクは当然、どんなものにもどんなリスクにも、値段はあるというかであるので、そういった中で、リスクは管理もできるし、そのような形でマネージすることができますが、一方でコインチェックさんの持っているような、ブランド価値、基盤というものを作ることは到底できない、簡単にはというふうに思いますので、そういった中で、そういったコインチェックさんの良いところを、我々が、しっかり支えることによって、お互いに、いい形ができるというふうに考えて、今回の、決定に至った次第であります。前から3列目の、すいません、読売新聞の秋山と申します。先ほど交換業の登録には大体2ヶ月程度ということをおっしゃっていましたが、その金融庁の審査がなかなか時間がかかっている中で、2ヶ月というのは何かしら根拠があるんでしょうか。金融庁からの大体の目処として伝えられているのか教えてください。でその中で、交換業を取ってから全面サービス再開なのでしょうか、それとも2ヶ月間に合わない場合はみなしのままサービス再開するということでしょうか。2ヶ月というのはあくまでも目標でございます。これはあくまでも、我々ここにいる、4人その他経営陣の、会社の目標であります。ただし今我々がコインチェックさんが、やってきておる、内部管理体制の構築強化等を考えると、また、今日も、新しく、出勤可能とかなっておりますけれども、しっかりとその、前進している状況を考えると、我々は2ヶ月以内に、業登録ができるであろうというふうに、ある意味勝手に思っており、これもちろん金融庁さんが決めることでありますけれども、そのように考えていて、我々は目標として、そのぐらいのスピード感で進めたいというふうに考えて、おります。で2つ目のご質問も、これは私が答える問題ではなく、これ金融庁さんの問題でございますけれども、一般的な常識で考えると、この状況にあると、全面再開と業登録っていうのは大体
まあ、ほぼパッケージというか同じなんじゃないのかなとは私は憶測しますけれども、これは、行政当局の、ご判断されることであるので私どもには分からない内容になります。もちろんいいですか。すみません、ビジネスなんですけれども、今交換所とか販売所というのはちょっと、まあ、メインに移っているんですが、今後そのどのようなビジネスが他に展開されていくのかという今のイメージとか将来像というのを、教えてください。これは先ほども、もちろんあの交換業販売所が大変重要な中核になりますけれども、もともとコインチェックさんの、歌っておられる、新しい、支払い手段であるとか、便利、とても便利で新しい支払い手段というのがあり、これは先ほど私が申し上げました全く新しい形の金融的グループ総合機関を作っていくという中で、新しい資産クラスであったり新しい支払い手段であったりといったものも含めて、でこれもマネックスグループにはいろいろな会社がありますので、一緒に協力することによって加速的に進めていけるだろう、進めていきたいというふうに考えています。ニューズピックスの谷口と申します。2点あります。1点確認なんですけれども、NEM の補填の約460億円っていうのはマネックスさんとしては どのような関係があるのかないのか教えてください。でもう1点、和田社長に伺いたいんですけれども、他に選択肢があったのか、マネックス以外に選択肢があったのか、マネックスに決めた理由、そのあたり教えてください。よろしくお願いします。で一つ目は私 ご案内しますけれども、先ほど大塚さんから、説明があったように、NEM に関する保証はすでに完了しているということであります。ただいずれにしましても、今回は、私どもは、コインチェック社さんの、債権債務すべてを包括的に継承するということになりますので、今後はグループ全体の問題として取り組んでいくことになりますが、繰り返しますけれども、先ほど大塚さんの方から説明があったように、NEM の保証に関しましては完了をすでにしているという状況です。2つ目につきまして和田さん、お願いします。はい、1つ目少しだけ補足なんですけども、 NEM の保証に関しては今回のこの話、今回の完全子会社化というのが、決定する前にすでに完了しているものでありまして、そのことからも分かりますように、保証に関してはすべて私たちの当社としての自己資金からの補填になります。で2点目の質問について、他の会社が候補としてあったのか、その中でマネックスに決めた理由は何なのかというところだと思うんですけども、詳細については、お答えはできないんですけども、マネックスさん以外の他にも複数社候補としてはございました。でその中でマネックスに決めた理由というところにつきましては、やはり仮想通貨交換業というところはまだまだ未成熟な業界でして、なかなかその当然なんて言うんでしょう、当然内部管理体制だったり経営体制というところは重要なんですが、その一方である程度スピード感を持って動くというところも今後業界の発展であったり当社としての競争優位性を築いていく上で重要だと私としては感じております。でその中で、複数社あった中で検討させていただいた結果、マネックスさんの話を聞く限り、このグループであればこの中に入ったとしても当社としてなるべく早く意思決定ができつつ、ただその一方でしっかり守るべきとか守る体制をしっかり強化するところは強化する、サポートをしてくれる、そのように感じたところでマネックスさんに決めさせていただいたというところになります。はい、次は、ではですね、そのブルーのシャツの、はい、共同通信の記者の山崎と言います。すみません、先ほどから松本さんに伺いたいんですけども、先ほどからお話を伺っているとコインチェックさんをだいぶ評価されているというふうに感じられるんですが、そういったコインチェック社を育ててきた、和田社長をですね、このまま維持するという選択肢もあったかと思うんですが、そこを変えた理由は何でしょうかというのが一つと、あと和田社長にもう一点伺いたいんですけども、今回 の, その自社の売却というのが NEM の
保証と関係する部分あったんでしょうか。例えばそのNEMの保証によって、先ほど自己資金で支払ったということですけども、それによって事業の継続が難しくなったという面はあったんでしょうか。1点目でありますけれども、おっしゃるように私は、コインチェックさん、今までのコインチェックさんの経営陣の方々含めて大変高く、評価し、敬意を持っています。今回起きた事故の後のいろいろな経緯の中で、金融庁さんともいろいろなコミュニケーションを取ってきた中で、内部管理体制等につきしっかりとした、仕組みを作らなければいけないという要請が、社会的要請があるとという中で、先ほどご説明したように取締役、監督と執行で取締役会と執行部を分けて、でかつ執行部の中にも、勝谷をはじめとするマネックスグループからの人員の派遣というかという形になりました。でこれが一番今の状況を考えると社会的な要請にも応えられ、かつ会社を推進していく上で一番いいと判断をしたからになります。もちろん今後会社がしっかりと安定化して伸びていく中では、未来においてまた和田さんが社長されるとかそういったことは当然あると思いますし、そういったことも含めて、我々としては、一緒に、なって力を合わせて、前進をしていきたいというふうに考えております。2つ目につきましては、はい、2つ目の質問で、今回のこのNEMの保証が今回の、完全子会社化というところの理由になったのかというところだと思うんですが、そこについては直接は関係はないとは考えているんですが、間接的には関係があると考えております。でその詳細といたしましては、まずどのような点で関係があるのかと言います、あ関係がないのかと言いますと、今回、私たちは金融庁さんから、業務改善命令というものを受けております。その内容としましては内部管理体制であったりとか、そこら辺の強化をしなきゃいけないというところであるんですけども、それに ついては、そこがしっかりできていなかったから今回のNEMの流出という事案が起こってしまったというところで、NEMの流出に関してはそこの結果だと考えています。そういった意味で そもそもの根本を直さなきゃいけないというところが当社としての一番の課題だと感じております。でその当社としてのその一番の課題を解決補強するためには、今回のマネックスさんからの支援が一番だと考えた次第でございます。はい、他にはですね、では一番前の方、はい、今日はありがとうございます。朝日新聞の大熊と申します。松本さんと、和田さんに一問ずつ伺えればと思います。まず、松本さんになんですが、今回 その、ディールに関してなんですけれども、コインチェックさんの問題があった点も含めて、理解した上での買収かと思いますが、どういう点がこう具体的に問題で、先ほど、内部管理体制とおっしゃってましたけれども、一緒になることで、具体的にどういう点をこう底上げできるか、もう少し詳しく教えてください。であと、和田さんについてはもう1点ございまして、執行役員として、残られるということですが、例えば執行役員からもこう外れるという選択肢があったのかというのが一つ、あと、執行役員として特にどの分野にこう注力されて今後お仕事されるのか、そちらについても教えてください。以上です。一つ目に関しましては、私もこの30年間、ずっと金融の仕事、マーケット系の金融の仕事をしてまいりました。1980年代の終わりからなんですけれども、その中では、デリバティブというものが出てきて、理論的にも、いろんな人がわからないとか、レポ、その貸し借りをする市場がないとか、いろいろ、とってもその、未成熟な 時期があり、でそこから、実際にその中に入ってデリバティブの取引等を進めてきた会社、人たちがルールの整備であるとか理論を啓蒙活動のようなことであるとかレポ市場を作るとかも含めて成熟をさせてきました。
あるいは、国債、国債の世界でも、まあ、ここにいらっしゃる方の中にはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、25年ぐらい前まではいわゆる DBP デリバリーバースペイメントというものが行われていなくて、ズミ証という100億円200億円単位の、規模で、国債を売買しても売り方買い方がそれぞれその売りました買いましたという、ズミ証をサインしてそれをアタッシュケースに入れて会社を引退した高齢の方がバイトでそういう数百億円の、有価証券をアタッシュケースに入れて日銀の、5番窓口に持っていくと。でこれは万が一盗まれて善意を第三者に取得されるとそのまま有価証券になってしまう数百億円ということがあったけれどももちろんそれでは危険だということで日銀ネットであるとかで、RTGS リアルタイムグロスセトルメントであるとか、そういったものが作られてきました。なのでそういうふうに実はその金融の世界でも案外最近まで大変大きなリスクを内包しながら動いてきてそれを、我々はいろいろな形で、直すというか改善してまいりました。でそういった、経験知識とか経験といったものがきっとコインチェックさん、ひいては仮想通貨業界の、より良い形でのしかも強い形で、社会に、認識される形での発展に何か我々が貢献できるところはあるというふうに信じて、おる次第です。2つ目の質問の答えといたしましては、私としては当然このような今回のネムノの流出という事故を起こしてしまっただけにある程度一定の責任があると感じております。その詳細については以前説明したところではございますが、その責任としては私にあり、まあ、その理由も私にあるとは考えておりまして、この体制経営の体制のままではしっかりと顧客に安全なサービスを提供することが難しいと考えたため取締役は降りることとなった次第でございます。でまたその一方私としましてはこれまでコインチェックの代表取締役として業界の発展を目指して仮想通貨交換業というものを営んでおりました。その中で、口座顧客の数であると100万口座を超えたりと一定程度の業界に対する貢献であったりとか成果を残していたつもりではございます。でその中で今後のコインチェックというものをコインチェックというサービスを運営していくにあたって私としては、私が執行役員という形で残りさらにまあその中で私が下した決断を取締役会にかけることによってそこで干渉することによって安全に顧客にサービスが提供できるものと考えておりましてそういった意味で執行役員として残ることになりました。でまたその中で何をやるのかという話なんですけども、それぞれ執行役員に関しては干渉範囲が定められております。で私の干渉範囲に関しましては開発に関するものではございます。というのも私は、創業当初からエンジニアとしてサービスの開発に携わっておりましてそこに関しては、まあ、当然社内の誰よりも一番理解がありその中で今後どうすればより安全にサービスを提供できるのかより安定したサービスを提供できるのかというところに関して、知見を持っていると自負しております。なので、私としましてはそういったところを開発であったりプロダクトというところに関して執行役員として責務を果たしていく次第でございます。時間がですね予定の時間そろそろになりました。あと2問程度にしたいと思うのですけれども、これだけ上がっているとですねすごい選びにくいんですがちょっと高めに上げてくださるとじゃあ一番早く高く上げていただいたその、はいそちらの、はい、あすみません読売新聞の畑にと申します。まず言ってコインチェックの現在の社員数とあと今後社員数を増やす予定があるのかというのが一つであともう一点なんですけれども勝谷新社長に伺いたいと思います。なぜこのタイミングで社長を受けられたかという理由とあとまあ抱負といいますかそういうのがありましたらお願いします。
じゃあ私の方からご説明させていただきます。現在ですねコインチェックの社員数は104名になっております。でプラスですね今後社員を増やすかということに関しましてはこれからですね皆様に安全にサービスをご提供させていただきたいところもありますので積極的に採用の方を進めさせていただきましてよりお客様にですね良いサービスを提供させていただくことを思っている次第でございます。以上でございます。マネックスグループの勝谷でございます。このタイミングで、社長に、なるということは非常にですね、責任が重いというふうに、感じておりまして身の引き締まる思いでございます。グループとしてですね第二の創業ということで約半年前にですね仮想通貨交換業などにですね取り組むということを打ち出していましたので、今回の、お話はですね、そういった意味で、ど真ん中というかですねまさに担っていかなければいけないと、いうふうな思いでやっております。で抱負としましてはですね、やはりユーザーの方お客様の、信用をですね取り戻すということそれから第二に信用してもらった上で信頼を受けるという、企業に、していきたいなというふうに思っています。で、3、4はないんですけれども5に冒頭で和田さんがお話しされてましたけれども、業界をリードするようなですね、そういった企業に業界に貢献できるような形にしていきたいというふうに思っております。またこの業界ですね日進月歩ですので、常にですね外にアンテナを張って技術の動向それからインテリジェンスネットワークこういったものにですねよく傾注してですねやっていきたいというふうに思っております。はい、教授最後の一問ですけれどもどうやって選んだらいいんでしょうか。では、先ほどからずっと挙げられているその真ん中のここのブルームバーグニュースの中村です。本日ありがとうございます。買収金額なんですけれどもこれから3年間利益をシェアしていくというふうに書いてあるんですが一定の事業上のリスクを排除してというふうに書いてあるんですけれどももう少しですねこちらを具体的に、おそらくマネックスさんの株主さんはもう少しこの辺あたり非常に気になっていると思いますのでこれは一体どういうリスクなのかもう少し教えていただけますでしょうか。マネックスの株主の観点から考えると、当初3事業年度の、当期利益の、半分が、マネックスグループに抗議の意味で、従属属するということであり、でその後は、100% になりますと。で、もともとの株主の方に関しましては今回の最初の株の値段のほかに今後3年間当期利益の半分引くことの事業リスク等というふうに書いてあったと思うんですけどそれが引かれると。でこれは訴訟であるとかそういったものは含まれますけれどもそういった形になるの でそう考えますとご質問であるマネックスグループの株主の観点からするといわゆるファーストロスが既存株主によってカバーされているということになるので少なくとも期待値というか計算で考えると大きなブレはないというかほぼ発生しないというふうに追加のロスというものは発生しないというふうに考えております。ですね、まだまだ大変ご質問あるのですけれども、時間がございまして、今後も、当社、マネックスグループにおきましても、コインチェックにおきましても、しっかりと、情報公開というか、皆様のご質問等を受けながら、ご回答をしてまいりたいというふうに考えておりますので今日は、時間になりましたのでこの辺りで、終了とさせていただきたいと存じます。それでは以上をもちまして質疑応答を終了させていただきます。恐縮ですが登壇者が先に退出させていただきます。
それではこれから、マネックスグループと、コインチェック、しっかりと、力を合わせて、より良いサービスを作り、より、信頼のある、業界を、作ることに、邁進してまいりますので、今後とも、何卒よろしくお願いいたします。本日は、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。私はやめときます。この理由は今までの経緯もございますので、今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。すいません、よろしくお願いします。